話せば長くなるんですけど、姉がちょっとスウェーデンの人と結婚しまして、ほんで、スウェーデンに行ったんですね、会いに。でそこで、スウェーデンだとこういうネットカフェみたいなのあるよっていうのを見せてもらって、ほんで、ああすごいなって、CSGO はものすごく夢があるなって思って、それで、もともとやろうとは思ってたんですけど、面白そうだったし、まあ、それが本当大きなきっかけですね。もともと翔志君のやっていたチームにやってみないかって誘われて、でそこでやっていたら、どうやらデトネーターの方に入れるかもしれないと、チームごとでですねまあスタバさんとは結構昔から認識はあったんで、そんなにこう初めましてっていう改まった感じではないですけど、ゆきさんも結構気さくな方で全然すぐ打ち解けられて、でもやっぱりこう普段からものすごく練習してきたし、で、お互いの理解ができるようにものすごい話し合いもしてきたので、今回はみんなそれぞれの役割が 100% 遂行できると信じてます。やるだけはやってやめて、やるだけはやる、かなり練習自体はやったと思う。今回はちゃんと練習も詰めて、結構それ自信になってるんで、いけると思います。試合と会場を沸かせるような試合を見せたいと思います。絶対勝ちます。ぶっ倒します。残りのラウンドも全部こうむしり取ってやろう、そんな気持ちですね。まあもうどうも言うことないです、はい、とにかくもうみんなが自分のね、今まで、やってきたことを、とにかくもう前回も経験してるしね、その気持ちで多分勝負だと思うので、はい、頑張っていってください、はい、もうとにかくもう結果はもう受け止めるしかないので、それよりも結果ここまで来たんで、ね、みんなでこうやってやれる機会もそんなにね今あるわけじゃないから、とにかくメンバーと楽しく、完璧に取られてしまうと、A しか行くことができないので、そうですね、A になってしまうと、まずは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 、初期陣営はテロリスト側がデトネーター、カウンターテロリスト側がチームラプチャープレイ。JCG-CSGO プレミア2015ウィンターシーズンファイナル、デトネーター VS チームラプチャープレイ、第1マップ試合開始。始まるんだ。じゃあ動作をかけます。あ、レコードしてね、忘れたけど。とりあえず、まあ、2個か。カードはね、ショートから入った。ペイチ。
ナイス。いいよ。ハープ。ナイス。惜しい。ナイス。いい金削った。めっちゃ金削った。ここを買おう。ごめん。あと一個。まあ、奥出たら海しかねえからな。惜しい。第1マップはチームデトネーター、まずは一歩リードしておりましたが、後半その圧力を抑えたチームラプチャープレイが見事な勝利を収めました。この後第2マップが開始となります。使用するマップはキャッシュ、初期陣営はテロリスト側がチームラプチャープレイ、カウンターテロリスト側がデトネーター。第1マップを先制し優勝へ向けて一歩リードしたのはチームラプチャープレイ。デトネーター VS チームラプチャープレイ、第2マップ開始です。ロサ、ビメ、メインフラッシュ。おめでとうございます。
乗り越えるコントロール。あかんと。はい。これがしっかり刺さっていたっていうところですかね。ここで PRP が優勝、はい、王座防衛成功しました。おめでとうございます。おめでとうございます。次も優勝できるように頑張りたいです。チームラプチャープレイの皆様にもう一度盛大な拍手をお送りいたしましょう。おめでとうございます。それでは本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。これにて終了でございます。ありがとうございます。はい、というわけで終了でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあそうですね、みんなリラックス的にしてるって言ったら微妙なところだったと思うんですけど、まあ、すごい結構重要な場面とかで、なんだろう、上がってしまったっていうか、上がったかなっていうところはありましたね。そういうところで、まあ、差がつけられてしまったとは思います。そうだね、やっぱり少人数制とか結構やっぱ落としちゃったしね、はい、外野のところでちょっと流れ向こう持っていかれたりとか、勝ったのそれ負けて他に厳しくなってやられちゃった。普段だったらできてることがやっぱりこうプレッシャーとかもある中でやるとやっぱりちょっとこういつもミスりがちなところが出てしまったかなと、うん、本当今のままでは全然結果が出せてないので、もうそこは死に物狂いで改善していかないといけないところで、やっぱりもっとこうもっともっと話し合う必要があるのかなと。でないとまた同じようなミスを繰り返してしまうと思うので、もっと毎秒毎秒大事に活動に使っていきます。やっぱり谷があれば山があると思うのでその山に向かって着々と進みたいと思います。